皆さんこんにちは、ケンです。今日は10月10日に行われたオッキヌグラベルライドのアフタートークをしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、なぜこの動画を撮ろうかって思ったって言いますと、オッキヌグラベルライドが思った以上にきつかったです。正直、まあ、片道55キロ、獲得標高、1400で、グラベル期間が 20% で、ほぼグラベル期間も上りですね。で、機材を背負ってグラベルロードで走るっていうことが、非常にもう撮影だけでも手一杯の状態でして、なかなかその、せっかくパナレーサーのサポートを受けてるのに、そのサポート品のお話っていうのが、少し少なかったかなと思いまして、今回この、まあ、自宅に帰ってね、実際どうだったのっていうの話をしていきたいと思います。今回、トップストーンカーボンレフティで走らさせていただいてるんですけども、まあ、詳しいね、カスタム内容ですね、気になる方は2本の動画上がってますので、まあ、過去の動画見ていただいて、どんな装備で走ったんだろうっていうのは確認してみてください。まあ、グラベルライドといえば、やはり重要なのはタイヤ、足回りになります。そこだけはちょっと改めてご説明したいんですけども、今回まあサポート品っていうのが、グラベルキング SK、 こちらの 650B の規格のものの最大幅ですね、 27.5×2.10 っていう実測、まあ、56C 相当になるんですけども、こちらを前に履いてて、で後ろはグラベルキング SS、 こちらもあの 650B のまあ最大幅の27.5×1.90 実測 52C 相当を履いてます。で、また別の動画でちょっとご紹介しようと思ってます。発売されたばっかのパナレーサーのチューブレスバルブ、これは以前から提供を受けてまして、発売前から使ってました。こちらについて改めてご説明したいと思うんですけど、まあ、今回はちょっと対応メインにちょっとお話ししていこうかなと思います。本来、まあ皆さん多くはロードバイクに対してですね、あの前後とも同じようなタイヤを、同じような太さを履くっていうのが、まあ一般的といいますか、そういう方が多いんじゃないかなと思うんですけども、今回私はね、あの、まあ前後とも違うタイヤで、かつ太さも違うっていう仕様にして遊んできました。で、各タイヤの特徴的な話もちょっとさせていただきたいんですけども、まあ、ここにグラベルキング SK があります。で、グラベルキング SK は、こう見てわかる通り、結構ノブが出てまして、ゴツゴツした仕様になってます。これどういうタイヤかっていうと、まあ、グラベルキングシリーズの中でもですね、結構、まあ、砂利道とか、ぬかるみとか、そういう砂っぽいところで食いつきが良くてですね、結構グリップしてくれます。グラベル特化の、タイヤになって、まあ、昔からだいぶ人気ですよね。はい。で、後ろに履いているのが、まあ、グラベルキングの歴史の中でも一番新しいグラベルキング SS というものになっております。これは真ん中が、ノーマルグラベルキング、まあ、無印って呼ばせていただきますけど、グラベルキング無印と、まあ、一緒で、まあ、真ん中がツルツル、横がグラベルキング SK のようなノブがついております。はい。なので、まあ、グラベルキング無印とグラベルキング SK の、まあ、間ぐらい、いいとこ取りと思ってください。ハイブリッド。ハイブリッド。確かに。SS は、まあ、空気圧をね、ちょっと高めにすることによって、スイック面の設置のみとまではいかないんですけども、スイック面の設置が、多くなりますから、まあ、オンロードでは快適的に走れる。で、グラベル区間に入ったら、ちょっと空気圧を落としていただいて、この横も接するような状態ですね。にしてもらうことによって、オフロードでも、快適に走れちゃうっていうような、もういいとこ取りですね。もし、グラベルキングシリーズの中で何買おうかなって迷ってる方いたら、まずグラベルキング SS を試してみてもいいのかなと思います。しっかりとね、用途でね、オンロード重視とかだったら、まあ、もちろんグラベルキング無印。もうオフロードばっかり行くんだっていうことであれば、グラベルキング SK を履いてもらえばいいのかなと思います。この組み合わせを変えたことによって、まあ何が違ったかっていうお話をさせていただこうかと思います。まあ私の過去の歴でいくと、グラベルキング無印ですね。これは、まあ、2回ほど潰しました。潰したっていうのはまあタイヤがもう擦り切れる、まあタイヤ交換時期まで使い切ったの2回ですね。で、グラベルキング SS も2回使ってます。で、SK は1回だけ、使ってます。で、全部、各々使った上で、
今回この組み合わせにしました。まあもう糸は簡単で、前はグリップ効かせて、後ろは、まあオンロードが8割ぐらいあったので、まあしっかりと路面、オンロードでは走ってほしいなと。そういう思いもあってちょっと組み合わせを変えてみた次第なんですけども、まず、まあ走ってて違和感っていうのは全然正直ないです。はい。ないんや。ないですね。まあ、やっぱり前のグラベルキング SK の方がオンロードとかに対してやっぱりグリップが効くので、ちょっと転がり抵抗が大きいかなという印象で、後ろは逆に転がり抵抗が少ないかなっていう印象です。なので SK の方がやっぱりオンロードでは苦手なんですけども、まあ後ろがしっかり転がってくれる分、まあ SK のこの止まろうとするグリップ力を押してくれるみたいな、ちょっと難しいな表現が、まあそういうことです。はい。まあなので非常にいい組み合わせじゃないかなと思います。でまたはもしまあ本当にグラベル期間が、少なくてっていう方だったら、前をグラベルキング SS にして、後ろをグラベルキングにしたり、もしくはグラベルキング SS を2つつけたりとかっていう組み合わせでもいいかなと思います。でまあ最初にねオンロードを日光いろは坂の登ったんですけども、正直登りはやっぱりまあタイヤが太い分重量もありますし、細いタイヤよりは登りがきついなとは思いました。ただ、それはデメリットではありますけども、メリットとしては、やっぱエアボリュームが非常に多いので乗り心地はもう抜群に良かったです。なので今回そのまあオンロードの部分でもそうなんですけど、路面から突き上げるものっていうのが、まあ太いタイヤエアボリュームで吸収してくれたのと、もちろんそのまあこれ普通も大きいですけどね、トップストーンカーボンレフティのフルサスペンショングラベルロードって言われるだけあって、まあその影響も大きいんですけど、そこの2つが組み合わすことによって、カメラとかをまあ機材とかたくさん背負ってる状態でも手と、お尻っていうのは痛くならなかったですね。はい、そこはいいとこでした。はい。でもう一個いいとこ言うと、やっぱり動画内で見ていただいた方もわかると思うんですけど、最後のグラベル区間ですね、もうメインイベントと言っても過言ではない、大きなスーパーリンド、あそこは結構もうガレてたんですよ。やっぱ噂通りガレてたんですね。でそこでは参加者の皆さんの中では、まあ、32C のグラベルキング SS を履いてる方がいたり、まあ、WTB の、まあ、47C 相当履いてる方もいたりとか、まあ、結構、私よりももう細い人ばっかだったんですけども、まあ、そんな方たちよりは、もうぐいぐい、がれた道をあえて攻めれた。はい。もう動画見てもらった通りなんですけども、そこでもぐいぐい登れたと、はい、いうとこはいいとこですね。あとはもうダウンヒルはやっぱりグラベルキング SS32C 相当履いてた方にちょっとインタビューさせていただいてまして、聞いたところ、やっぱテクニックがないと 32C では厳しかったそうです。はい。あそこの大きなスーパーリンドですね、今、最近ニュースになってたんですけど、申請事前に出せば走れるそうなんですよ。近い方とか行ける方調べてほしいんですけども、もし行ける方がいたら、おすすめ、私のおすすめはまあ 40C 以上かなっていうところですね。あそこは 40C 以上で、まあもう56とか52入ってるこのグラベルロードでは、あそこはまあむしろもう物足りない、一回もスリップとかしなかったですね。あとスタックもしなかったし、止まって、まあ、リスタートするときも、もう全然余裕でいけました。これがまた細いと辛いんですよ。うんうん、ただ、まあ、やっぱ足はすごい疲れましたね。抵抗はすごい大きいので、結構だいぶ疲れました。はい。まあ、そこがやっぱ太いタイヤのデメリットかなっていうところにはなってきます。まあ、ただこのね組み合わせでね、しかもこのチューブレスバルブもつけた状態で、
ガレタ道とか、まあ、オンロードではちょっと早めに、まあ、30キロ以上出して走るシーンもあったんですけども、空気抜けとかはね、もうやっぱ全然なくて、で、あと、まあ、ちょっとごめんなさい、補足でパナレーサーのシーラントも入れてるんですけども、空気抜けとか全然なくて、もう今もね、一週間前から空気入れないんですけど、全然空気抜けてないですね。非常にやっぱ、まあ、パナレーサーで固めた組み合わせっていうのは、まあ、相性いいんだなっていう印象です。通常だとね、そういう、なんかよく経験ある人いるかもしれないですけど、チューブレスの状態で、ガレた道行ったりとか、まあ、激しいグラベル走った翌日とか翌々日になると空気がもうゼロの状態になってると。要はこの隙間ですね、バルブ付近とか緩んでたりとか、ビードのところから、ちょっと隙間できちゃって抜けちゃったとかあるんですけど、まあ、そこはしっかりそのグラベルキングの、ビードの品質だったりとか、バルブの品質、そしてシーラントの品質によって、全然、抜けてないんですよ。タイヤと、なんですか、ホイールの相性もあるので、一概には言えないんですけど、まあ、過酷なグラベルコースを走っても、全然空気抜けは今もしていないです。で、あとね、走ってる中で、これ使ってたの、覚えてますか？これはエアチェッカーですね。パナレーサーの電子エアチェッカーで、ここを押すことによって、オンオフで空気圧を測定できます。で、この真ん中側のボタンを押すことによって、今空気が抜けてって、空気圧を少しずつ調整できるっていう、これですね。これがやっぱり、グラベル走る上で、必須とまでは言いませんけど、すごい便利なものになります。あとはね、まあ、今回最後のグラベル区間のみで使用させていただいたんですけど、まあ、これとですね、あとは、パナレーサーのね、携帯ポンプと一緒に使っていただければと思います。この、携帯ポンプも、まあ、なかなか使う機会少ないですけど、グラベルロード乗りっていうのはよく、まあ、使う方多いかなと思うんですけど、ここがしっかりね、伸びてくれて、刺しやすいですね。ここは固定されてると、こういう状態でやらなきゃいけないんですけど、ここがホースなことによって、こうやって、まあ、どんなポジションでも入れやすいので、このパナレーサーの携帯ポンプもおすすめです。製品のページは、概要欄に貼っとくので、よかったら、この2つも非常におすすめなので、チェックしてみてください。性能面的な振り返りは、まあ、以上になるんですけど、あとは、このパナレーサーのね、コラボしたブキットのコラボバッグ。私が使ってるのは、どっちも、もう非売品のサンプル品っていう位置づけになるので、この同じカラーを手に入ることは難しいんですけど、まあ、このバッグもね、グラベル区間で、特に落ちたりとか、まあ、暴れることも少ないですし、まあ、リアなんかね、もう、グラベルキング SK、もうよくグリップするってお話したと思うんですけど、グラベルキング SK で作られた、バッグなので、まあ、そのサドルのレールに当たってると思うんですけど、これがしっかりレールにグリップしてくれて、ずれることもなかったですね。なので、まあ、この、ブギットのね、コラボバッグも、グラベルでしっかり、まあ、落ちずに使える。はい。で、まあ、大容量が入るっていう意味で、非常におすすめです。まあ、ハンドメイドなんで数が少なくて、で、しかも今出た瞬間に売れてしまうっていう人気商品なので、まあ、パナレーサーのツイッターなどを随時チェックして、入荷連絡を待ってはいかがでしょうか。で、最後にね、聞いて。今回の、まあ、参加者、YouTube 見てなくて、初見でこれを見た方が、どの方も、言ったことがあって、パナレーサーが作ったバイクみたいと。ロゴが入ってるからね。ああ、もうまずね、パナレーサーってここに書いてあるっていうのもあるんだけど、もうやっぱ紫で統一されてて、やっぱこの統一感いいですねってめっちゃ言われました。うん、狙い通りでした。うん、コラボバイクそうだね。よね。あとはね、特にやっぱ注目があったのは、まあ、この極太のタイヤもそうなんだけど、このブギットのバッグ、うん、これがすごい、もうみんなまじまじと見てましたね。
何これみたいな。それは本当にね、おしゃれ、かわいい。そうだね。デザインもそうですし、で、うん、やっぱりね、あのリサイクルしてるっていうのもすごい押せる。押せるよね。うん、で、まあ、今は黒しかないんですよ。黒。黒のタイヤ使ったやつしかないんですけど、あのツイッターとかあのインスタとか、あとは実際に会って見た方が言うのは、その緑いいなって言われました。なので、うん、あの私の方から、まあ、パナレーさんの方にちょっと、この動画を見てると思いますので、うん、あのね、リミテッドモデルの、コラボバッグの販売皆さんも使う、あの使いたいっていう要望が非常に多いので、心待ちにしているので、うん、黒以外も出していただけると需要はあると思います、うんうん、あともうこのバッグ自体はすごい売れてるので、なかなかまあ手作りで、まあ、スペインで作ってるって話もあるので難しいと思うんですけど、まあ、リミテッドモデルのね、ピンクとか紫とか、うん、赤とかいろいろありますから。じゃあ車体に合わせて。ピンク欲しいでしょ自分。うん、あったら欲しいね。ね、青とかあの車体に合わせて、うん、できる、まあみんながつけるような時代、うん、いろんな人がつけてるような時代が来ればいいなと思うんですけど、うんうん、ちょっと裏話なんだけど、この緑はまあ元々撮影用でも、撮影用でつけてたのと全然違うなって今見てるかと思うかもしれないですけど、まああれはあくまでちょっとまあ、企画としてね、ちょっとお借りしたものでして、実際に、なのでこれ、まあ、そのサイクルモードとかで展示用のやつっていうのを、今使わせていただいている、交換して使わさせていただいているという状態ですね。はい。あ、色が変わったわけですね。そう、色が変化したわけじゃないですからね。交換してもらってます。なんで僕に合うの、うん、が合うのを選んでくれて、緑をいただきました。うんうん、すごいこの本当にあの車体とマッチしてて統一感が出て、よりそうだね、いいなと思うよね。うん、まあパナレーサーはですね、最近もタイヤとかチューブのメーカーっていう印象も強かったと思うんですけど、こういう風にあのバッグも開発したり、こういうアパレルもあったりで、最近はクロームとコラボして靴が出たりと、いろいろやっていくと思います。ぜひね、注目しててください。私はそれのアンバサダーになれて光栄でございます。うん、はい。そのとこかな。もう言いたいこと全部言えたかな。言えたと思う。で、まあ今言ったようにチューブレスバルブは、別で動画撮ります。うん。気になるんだけど。これね、使いやすいから次回の動画を楽しみにしててください。もったいぶる感じね。うん、今回は振り返りトークだ。ああ、そっか。じゃあ、閉めます。はい。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。